政治が皆さんの暮らしを苦しめている時だからこそ、市議会の役割、市政の役割が今問われる状況になっています。ところが市議会の中では自民党や公明党が国民健康保険税の値上げや介護保険料の値上げを進め、その一方で自分たちのボーナスは引き上げる。これで市民の皆さんの暮らしが果たして守れるでしょうか。日本共産党市議団はこれまでも市民の皆さんと一緒になって力を合わせて市政を前に動かす大事な役割を果たしてきました。市政にも県政にも国政にも対策を求める中で、河川の改修などを少しずつ進めてくることができました。そして4年前菅野宗長さんが公約に掲げた学校給食費の無償化、菅野さんが粘り強く何度も何度も議会で質問をする中で、第3子から給食費が無料という大きな一歩踏み出すことができました。菅野宗長さん、今度も議会に送っていただいて、河川の改修もっともっと進めようじゃないですか。避難所になる体育館にエアコン設置させようではありませんか。そして学校給食費、第三子からなんて言わないで子どもたち全員無料にさせていこうではありませんか。どうか皆さんのお力お貸しください。今度の選挙で菅野宗長さん勝たせてください。日本共産党3議席へと躍進させてください。どうぞよろしくお願いいたします。